青い時計台、著小川未明、朗読川崎亜美。1、さよ子は毎日晩方になりますと2階の欄干に寄りかかって外の景色を眺めることが好きでありました。目の覚めるような青葉に風が当たって海色をした空に星の光が見えてくると、遠く町の灯火が乳色のもやのうちからちらちらとひらめいてきました。すると毎日その時分になると、遠い町の方に当たって何とも言えない良い音色が聞こえてきました。さよ子はその音色に耳を澄ましました。何の音色だろう、どこから聞こえてくるのだろうと独り言をしていつまでも聞いていますと、そのうちに日が全く暮れてしまって、広い地上が夜の色に包まれて、だんだん星の光が冴えてくる時分になると、いつともなしにその音色はかすかになって消えてしまうのでありました。またあくる日の晩方になりますと、その音が聞こえてきました。その音はにぎやかな感じのするうちに悲しいところがありました。そしてその他のいろいろの音色から一人離れていて歌を歌っているように思われました。でここまで聞こえてくるうちには、いろいろのところを歩きまた抜けたりしてきたのであります。町の方には電車の音がしたり、また汽車の笛の音などもしているのでありました。さよ子は良い音色の起こるところへ行ってみたいと思いました。けれどもまだ年もゆかないのに、そんな遠いところまで、しかも晩方から出かけていくのが恐ろしくて、ついに行く気になれなかったのでありますが、ある日のこと、あまり遅くならないうちに急いで行ってみてこようと、ついに出かけたのでありました。2、さよ子は草原の中に続いている小道の上に佇んでは、幾度ともなく耳を傾けました。西の方の空には日が沈んだ後の雲がほんのりと薄赤かった。さよ子は電車の往来しているにぎやかな町に来ました時に、そのあたりの騒がしさのために良い音色を聞き漏らしてしまいました。これではいけないと思って再び静かなところへ出て耳を澄ましますと、またはっきりと良い音が聞こえてきましたから、今度はその音のする方へずんずん歩いていきました。いつしか日は全く暮れてしまって、空には月が出ました。さよ子はかつて来たことのないような町に出ました。西洋風の建物が並んでいて、通りには柳の木などが植わっていました。けれどもなんとなく静かな町でありました。さよ子はその町の中を歩いていきますと、目の前に高い建物がありました。それは時計台で、塔の上に大きな時計があって、その時計のガラスに月の光が差して、その時計が真っ青に見えていました。下には窓があって、一つのガラス窓の中には、それは美しいものばかりが並べてありました。金銀の時計や指輪や赤、青、紫、いろいろの色の宝石が星のように輝いていました。また、一つの窓からは薄い桃色の光線が漏れて、
道に落ちて敷石の上を彩っていました。良い音色はこの家の中から聞こえてきたのであります。さよ子は家の中がにぎやかで春のような気持ちがしましたから、どんな様子であろうと思ってその窓の際に寄り添って、そこにあった石を踏み台にして、その上に小さな体を支えて中を覗いてみました。部屋の中はきれいに飾ってあります。大きなランプが灯って、薄赤いガラスの花傘がかかっています。そこに大きなテーブルが置いてあって、水晶で作ったかと思われるような瓶には燃えるような真っ赤なチューリップの花や香りの高い白いバラの花などが生けてありました。テーブルに向かってひげの白いじいさんが安楽椅子に腰掛けています。傍らには三人の美しい兄弟の娘らがいて、一人は大きなピアノを弾き、一人はマンドリンを鳴らし、一人は何か高い声で歌っていました。それが歌い終わるとにぎやかな笑い声が起こって、楽しそうにみんなが話をしています。じいさんは喜んで笑い顔をして、目を細くして三人の娘らの顔を見比べているようでありました。三、さよ子はこの世間にも楽しい美しい家庭があるものだと思いました。あまり遅くならないうちに帰らなければならぬと思って、窓際を離れてから振り向くと、高い青い時計台には流れるような月光が差しています。そして町を離れて野原の細道をたどる自分には、またかの良い音色がいろいろな物音の間をくぐり抜けてくるように、遠くの町の方から聞こえてきました。そのあくる日からさよ子は2階の欄干に出て、この良い音色に耳を傾けた時には、ああ、やはり今頃はあの青い時計台の下で、あの親孝行の娘らがああしてピアノを鳴らしたり歌を歌ったりマンドリンを弾いたりして、年取った父親を慰めているのだろうと思いました。そして美しく飾り立てた部屋の様子などを目に描きました。ある日のことでありました。毎日のように町の方から聞こえてくる良い音色が非常に悲しみを帯びて聞こえてきましたので、さよ子はどうしたことかと思って、ついまたそこまで行ってみる気になりました。さよ子は今度は道を迷わずにその町に来ることができました。月は少し欠けていましたけれども、やはり流れるような青い青い光は時計台を照らして、高い塔が夜の空にそびえているのを見ました。さよ子は例の窓のところに来て石の上に立って覗きますと、部屋の様子に少しも変わりはなかったけれど、大きなテーブルのそばのベッドの上には年取った娘らの父親が横たわっていました。三人の娘らは当時のように笑いもせずに、いずれも心配そうな顔つきをしていました。やがて父親は何か言って金庫の方を指さしました。すると一番年上の娘がその金庫の方に歩いて行って、その扉を開けました。そして中からたくさんの金貨を持った箱を父親の寝ている枕元に持ってきました。父親は何か言っていましたが、やがて半分ばかり床の中から体を起こして、痩せた背でその金貨を三人の娘に分けてやりました。この光景を見たさよ子は、なんとなく悲しくなりました。
そして家へ帰る道すがら、自分もいつかお父さんやお母さん